科学技術振興機構の串田と申します。今日は1日の講習会、長い時間お疲れだと思いますけども、最後のプログラムになりました。比較的私のお話っていうのは、そんなに難しいことではなくて、感覚的にやっていただけるんじゃないかなと思っているので、気楽に聞いていただければというふうに思います。こちらの講習会のページを、何度かご紹介しておりますけども、この上のところに、講習会の資料っていうのがあって、これ見ていただくと、ここに私の、今日お話しする内容の、この紙配布の資料、これは皆さんの手元にあるものなんですけども、これをダウンロードしていただくと、PDF の形で皆さんの手元に、またパソコンの画面上で見れるんですけども、多分これをダウンロードしていただくと、後からちょっとサンプルデータみたいなものを、ダウンロードしていただいて、それをちょっと使おうと思ってますんで、その立ち上げた動画が比較的そこにアクセスしやすいんじゃないかってことと、あと実施用のデータ、あとこの、ウキパスウェイズとかですね、ビンゴとか、これなんだ、ストリングアプリって書いてあるのかな。これは今日のサイトスケープの講習で使う、プラグインになります。要は、解析のちょっとプログラムになりますんで、ちょっと実はサイズの大きいものがあって、また皆さん一度にやってしまうといろんなところに負担がかかっちゃって、うまくいかない場合があると思うんで、適当なタイミングでですね、ちょっと簡単に、振り分けて、ちょっと、この列の人ちょっとダウンロードしてくださいみたいな話をしようと思います。で、事前に中にはもうダウンロードされている方もいるので、その方は、この講習会の中でそのインストールの仕方をご紹介するので、その時に、サイトスケープの方で使えるようにしていただけるかというふうに思います。あとサイトスケープを、パソコンの方にまだインストールされてない方いらっしゃいますか？もちろん帰ってからやっていただいてもいいですけども、ちょっと今からやっちゃうと時間的に難しいところもあるかもしれないんですが、聞きながらダウンロードする、あとインストールするってこともできると思うので、もし興味のある方は、早速、始めてみてください。私の話はこのスライドを作って、持ってきたんですけども、サイトスケープの話は私たち今まで、この講習会で、年に一遍ぐらいいろんなところでやらせていただいているんですけども、これまではサイトスケープを使った、可視化というタイトルでお話しさせていただいたんですけども、今年からその解析っていうのをちょっとつけまして、特にその解析のちょっと重きを、置いてちょっと話をしたいと思うんです。どうしてもただそのサイトスケープの使い方の方をですね、最初にちょっとご紹介しないと、その解析までたどり着けないってこともあると思うんで、ちょっと若干最初の話が、その使い方のところであんまりその、サイエンスに近いといいますか、バイオロジーに近い話ではないんですけども、ちょっとそこら辺のところはご了承していただいて、聞いていただければと思います。で、まず、これも非常に一般的な話で申し訳ないんですけども、でライフサイエンスデータの可視化というとどういったものがあるかというと、ここに、今、並べてあるようなものが、あるかと思うんですけども、その中でもサイトスケープっていうのは、これはそのネットワークとかパスウェイの可視化であるとか、解析にを得意とする可視化のツールになります。でこの可視化する目的は何なのかっていうと、実験データの理解解釈を、支援するということになるかと思います。でこれはちょっと遠くから見ると分かりづらいかもしれませんけど、マウスのインタラクトームの、ネットワーク図になります。点が遺伝子を表していて、その線のところがその遺伝子間の相互作用の情報を表しているんですけども、これはそのサイトスケープの開発者の中に大野さんって方、UCSD に大野さんって方いらっしゃいまして、チーフ的なその開発のメンバー、役割をしているメンバーなんですけども、その方が、この今回でこの、AJAX の講習会をするにあたって以前、私どもに提供してくれた図でして、でこの図は何を表しているかというと、このサイトスケープの特徴実を表しています。どういうことかというと、サイトスケープっていうのはその、例えば一生物種
の、ゲノムの情報を一つのツールでもう、取り扱うことができるようなものを目指しているということになります。でこれまでの多くのこの、相互作用のネットワークの、表示ツールみたいなものっていうのはこんなに大きなネットワークは、取り扱えなかったわけなんですけども、このサイトスケープはそういうことを、実現しているということになります。でこの資料の構成なんですけど、こんな形で、ざっと書いてありますけども、いくつか、大事なところをポイント絞って話をしていきます。で各ページのこの右上のところにこのオレンジの丸がついているところは、今回、話をしようかなと思っているところです。あの中には それ以外のところも、話が出てきますけども、このところを中心にお話をしていきたいと思います。であの時間もいつもなくなっちゃうので、早速あの始めますけども、サイトスケープっていうのは、ここに書いてあります通りオープンソースの、複雑ネットワークの解析あるいはその可視化のツールであるということです。でバージョンとしては、2.0 ってものから、今もある、レガシーバージョンって書いてありますけども、今こちら資料になっているのが 3.0 のバージョンです。でこの開発者の方々の顔ぶれを見たいときにはここをクリックしていただく、これを叩いていただくと、見えるんですけども、さっき言った大野さんもこのメンバーに入っています。で非常にそのユーザーのドキュメント、チュートリアルとかマニュアルっていうのが非常に充実していますので、ちょっと英語しか多分ここに載ってるのはないかもしれませんが、非常に充実しているので、これを本格的に使いたい方は多分これをまた見る必要があるんじゃないかなと思います。で、バージョンのアップ更新というのも比較的、頻繁といいますか年に一遍ぐらいは必ず大きな、バージョンアップが行われてまして、8月の15日現在だと 3.51 というのが最新のバージョンなので、多分皆さんの方も 3.5 とか 3.51 というバージョンをインストールしていただけるんじゃないかなと思います。でサイトスケープの特徴と機能ですけども、これもあの10個ぐらいざっと並べてあります。これもウェブページに、サイトスケープのウェブページに載っているものを、そのまま並べただけなんですけども、その中でも特に、サイトスケープの特徴を表しているのは、この柔軟なデータの可視化機能、豊富なグラフの自動レイアウト、でアプリによる、機能追加、データの解析機能などというのがあります。で今回のこの講習会でも特にこの3つのポイントについて、重点的にお話をしたいというふうに思います。で、ここら辺実は飛ばします。あの今紹介したそのリストのを、ちょっと説明したものなので、ちょっと関心のある人は見ていただければと思います。ちょっと飛ばしまして、基本操作というところまで一気に飛びます。スライドの番号でいうと17番ですね。右上のところに番号があるんで、これを見ていただければいいと。でここもちょっと実際にちょっと動かしてみて動かない場合にはちょっとここに戻っていただいてっていうことなんですけど、これも今回はお話はちょっとやめておきます。でまずサイトスケープの起動なんですけども、Windows の方あるいは、Mac の方いろんな方いらっしゃると思いますけども、Windows の場合には、例えばこういったところに、サイトスケープのプログラムが入っているので、そこのサイトスケープのサイトスケープエグゼっていうこれをダブルクリックしていただく、ここから起動していただくと、ダブルクリックしていただくと起動するということになるかと思います。でインストールされている方はちょっとやってみてください。で中にはですね、メモリの関係でうまく立ち上がらない方がいらっしゃるかと思います。で私 の, あのパソコンもちょっと古いパソコンなんですけども、なんか一度やってもなんか、起動しなくて2回目でようやく起動する時もあるので、ちょっと一度で諦めずにできない方はもう一度ちょっとやってみるなりしてください。でそれでもできない場合にはちょっとメモリが足りないとかちょっといろいろパソコンの方の設定を変えなきゃいけない可能性もあるので、そこら辺のところはちょっとまたうまくいかない人は、おっしゃってください。ちょっと多分インストールまでに時間がかかるので、2、3分ひょっとしたらかかるかもしれません。で話の方はちょっとそうしたらもうインストールしてる間、起動してる間に話し続けますけども、サイトスケープっていうのは、大きく分けるとこの、3つの画面ですね、3つの画面から構成されていて、でサイトスケープのこのメインの画面っていうのはこれはネットワークパスを表す
画面になります。これはメインネットワークビューと、言ってるかと思うんですけども、でこれはサイトスケープのパスウェイの図であるとかネットワーク図っていうのは、山梨先生の方でお話があったそのグラフという形式をとっています。要は点と線のつながりで、パスウェイとかネットワークを表示するのが基本的な、形になります。で例えば、その点のところ、私どもノードと言ってますけども、ノードに例えば遺伝子で、線のところが、その遺伝子間の関係みたいな形で表現しています。だから点と線でつないでいくということですね。で、その下のところにはテーブルパネルというものがあって、でここにはこの点とか線が持っている属性の情報、いわゆるその付属の情報を表示する画面になっています。例えばあるこの遺伝子点のところの持っている情報を見たいときは、ここにを選択してもらって、この下の画面にその状態が出てきます。例えば遺伝子だったら、遺伝子の持っているその ID であるとか、あるいはコモンネームみたいなもの、あるいは実験データみたいなもの、遺伝子の発現量みたいなものがここに収められるということになります。でもう一つ、これはコントロールパネルといって、今表示しているのがこのネットワークの状態を表していて、で、まあ、これは例えばまだ一つのネットワークしかないんですけども、複数のネットワークを同時に立ち上げることができて、そこで切り替えることができます。でまたこの大きなネットワークから部分パスウェイ、まあ、サブパスウェイと言いますけども、ある部分を抜き出してくると、まあ、この下に階層的にその部分パスウェイというのが表示されるようになっていて、ここでその自分の見たいパスウェイを切り替えるということになります。あとこのコントロールパネルのところはちょっと見にくいんですけども、タブになっていて、ネットワークとかスタイルとかいろいろあるんですけども、このスタイルのところを選んでもらうと、ちょっとまたこの画面が変わって、そこではこのノード点とか線のところ、エッジの色であるとか形であるとか、まあ、いわゆるその見かけのところを修正する、変更することができる画面になります。あとは、まあ、主な操作メニューっていうのがここにありますんで、まあ、これを使って、まあ、いろんなその設定なり解析をしていくってことになるかと思います。で皆さん今サイトスケープインストールされている方は立ち上がった頃じゃないかなと思うんですけども、まあ、こんな画面で多分出てると思うんですけど、まあ、今は最初はですね、ここを押してもらってクローズの状態でいいと思います。でさっき言ったここがメインのところ、これがテーブルのところ、ここがコントロールするいろんなその操作をするところってことになります。でもう一度スライドの方に戻ります。でサイトスケープで一番実はつまずくところはですね、ファイルをどこでどういうふうに読み込むのかわからないということだと思います。で、まあまあ、ここにちょっといろいろブログで書いてありますけども、要は、まあ、2つの実は入り口があって、その1つがこのメニューのファイルのオープンとインポートになります。でオープンはこれは実はサイトスケープで作ったファイルを開くところです。でサイトスケープで作ったファイルはまあ、いろんなパソコンの設定によって拡張子がつく場合、つかない場合があるかと思うんですけども、通常は CYS という拡張子がつきます。要はサイトスケープで作った、データはここから読む、でそれ以外のデータはインポートというところは読んでいくわけです。で実はサイトスケープっていうのはその、いろんなデータを、まあ、取り込んで、解析に使うわけなので、まあ、いろんな形式のデータを取り込めるようになっています。例えば Excel であるとか、テキスト形式のテキストエディターで編集したような CSV 間膜切りのデータであるとか、タブ区切りのデータみたいなものも読み込めるんですけども、そういったものはこのインポートのとこから、読み込む。でネットワーク的な情報はネットワークから、テーブル的な情報、要は実験データ、ある遺伝子に対してどういった発現量があったのかみたいなデータはこの、テーブルのとこから読み取るということになっています。ここにちょっと実習というのがあるんですけども、ここからではまずですね、ちょっとファイルを開いてみたいと思うんですけども、さっき言ったように、今ちょっと今回開こうと思っているのがそのサンプルファイルっていうのが多分、そのサイトスケープの、フォルダの中に入っていて、多分
ファイルをこの、ファイルのオープンってやると、そこの、指定して、まあ、最初の初期設定では、そこのデータが入っているフォルダが開くようになっているかと思うんですけども、オープンのデータをまずこの CSY という、GAL フィルタード CYS というのを開いてみてください。でよく似たに実はいろんなファイルがあるんですけども、この要するに拡張子が違うものがいくつかあるので、これをまず開くということをちょっとやってみます。ちょっと私の画面の方でもやるので、皆さんももし余裕があったらちょっとやってみてください。ここでファイルを選択をして、オープンで、でちょっと私はちょっと違うフォルダ開くようになっちゃってるんでちょっと変えますけども、まあ通常はですね、プログラムとかな、サンプルデータっていうフォルダが、あると思うんですけども、でここにさっき言った、ガルフィルターと、いろんな、CYS とか、あると思うんですけども、これを選んで開く。で実はその今オープンところから開こうとしてますけども、他の多分、まあ、同じガルフィルターって書いてあるものでも、CSV とかExcel 形式のあと GML というものがある、多分これ開かないと思うんで、ここをダブルクリックしていただくとこういった画面がデータが出てきたかと思うんですけども、ちょっと今開いたこの図を使ってこの、サイトスケープの操作の仕方をご紹介したいと思います。ここまでうまく開けないという方いらっしゃいますか？ここら辺までは大丈夫ですか？はい。じゃあ、ちょっとスライドの方また戻ります。で、皆さんは今のサイトスケープのところをちょっと開いておいていただければと思います。で、今この開いているデータの内容について、あんまりその最初に言っている生物学的な解釈をこの、図ではしないんですけども、一応紹介しておきます。このデータは、出芽酵母で転写因子 GAL1 とか GAL4 とか GAL80 といった、まあ、いくつかの遺伝子をノックアウトした、株を対象に、まあ、マイクロ RNA の発現解析を行って、その遺伝子の発現量を基地のタンパク質タンパク質相互作用およびタンパク質 DNA 相互作用のネットワークに反映したというものです。要はそのネットワーク図に対してその遺伝子の発現量を追加したというか、そのインテグレートしたというような感じのものになります。まあそうして、まあその発現量の動きを見て、そのネットワーク上でのそのまあ制御の環境をまあ見ていこうというのがこのサンプルの情報使い方なんですけども、でこれは実際そのサイトスケープのユーザーのマニュアルに載っているちょっと情報を使って、います。おすすめの情報ということで使っています。で、ちょっと繰り返しになりますけども、通常サイトスケープでこの遺伝子を点としてあるいは遺伝子とかタンパク質を点として、遺伝子間の関係あるいはタンパク質間あるいはこの DNA の関係を、エッジで表しています。で中でも、このサンプルデータではタンパク質タンパク質相互作用をプロテインプロテインインタラクションとかで PP あるいはタンパク質 DNA 相互作用を、まあ、PD という形で表しています。で、まあ後から紹介しますけど、濃度の色は遺伝子の発現量を表しているという、まあ、大体こういった情報を、ちょっと最初にご紹介をして、まあ、操作の仕方をご紹介をします。でまず濃度の持っている情報の見方ですけども、まあ、こういったそのサイトスケープのネットワークのところにある、構成しているものが、もう繰り返しになりますけど点のところが遺伝子で、じゃあこの遺伝子がどういう情報を持っているかって時には、まあ、それを一つ一つ選んでもらって、その一つの情報を見ることもできますし、ある周辺のものについて、見たい場合には、
シフトキーを押しながら複数のノードを選択する、マウスで範囲を指定することができるので、ちょっとやってみます。で、そのネットワークのですね、動かし方は、マウスを使っている方は、この、ホイールを、グリグリっていうか、その、前後、上下に動かすと拡大したり小さくなったり、します。あと動かしたい場合には、左クリックをしながらこうって引っ張っていくと、動くようになります。で、お気づきの方は多いと思いますけど、この右下にあるこの画面っていうのが、そのネットワークの全体に対して今どこを表示しているのかってことを表しているもので、ここをこう動かしてもこう、ここの画面が動くっていうふうになっています。じゃあまずその、ノードの情報、遺伝子の情報がどうなっているのかってことを見ています。で、複数選択することもできますし、例えば1個選択するとこの下のところの、画面が変わったのが確認いただけますでしょうか。テーブルが、で、これが持っている情報が要は遺伝子の持っている情報です。で、ここにあるのは例えば、名前であるとか、あと、ここら辺のところはちょっと飛ばして後から紹介しようと思うんですけども、ずっとこの、右の方も見ていくと、それぞれのこの値が、カラムのところに、GAL1 RG エクスプレッションと書いてあったりしますけども、要はこれは、例えば GAL1 なんとかって書いてあったら、GAL1 という遺伝子をノックアウトした時のこの遺伝子の発現量を表していると、もう少し言うと、そのノックアウトする前と後での遺伝子の発現量の違いを表しているということになるわけです。で、その値を使って、この、ノードのところの色付けをしているということになります。で、これがノードに持っている情報、ノードの情報を見る場合の方法です。で、次にこの線のところの情報も、もちろん見ることができて、ちょっと、選択するのが難しいところもあるんですけども、複数選択する場合にはさっきも申し上げました通り、シフトキーを押しながらこう選んでいくってこともできますし、こういったマウスで範囲を選んでこうやってやっても今、囲ったところに対象になっているところが黄色になったり、線のところが赤くなっているというのが確認できるかと思います。で、このエッジのところにどういう情報があるかというと、その時にはこの、テーブルパネルのこの下の右下のところに、左下のところにやっぱりタブがあって、そこにエッジテーブルというのがあるので、これを選んでもらうとここの情報、エッジの情報を見ることができます。で、ここで見てもらうと分かるように、ここのシェアードインタラクションとか、インタラクション、ちょっとここら辺の違いの、話はちょっと後からします。ちょっと今回は飛ばしますけども、こう見てもらうと分かるように PD っていうのと PP っていう2種類あるのが分かると思います。要は PD のところがプロテインと DNA の結合関係を表している。で、 PP はタンパク質のインタラクションを表していると、2種類のこういったネットワーク、2種類のエッジの関係を持ったネットワークであるということです。で、そのネットワークに対して遺伝子の、ノックアウトの実験をやって、その遺伝子の発現量のデータをここに、被しているということになります。で、ですね、ここからですね、そのネットワークの見せ方のちょっと設定、要は色の変え方であるとか、線の太さであるとか、あるいはその、線の形の変え方をちょっと紹介するんですけども、普段だったら、今までだったらその可視化というタイトルで話をしてきて、ここら辺結構重点的に話をしてきたんですけども、そうすると最後のちょっと解析のところをお話できなくなっちゃうので、今回はなるべくちょっと、かいつまんでお話をさせていただきたいと思います。ただ資料の方は、結構見てもらうと分かるようにぎっしり書いてあるので、後から、皆さんの方で確認していただけるようなことにはなっているかと思います。で、まずこのノードのところの色の変え方を紹介します。で、最初にちょっと言ったように、こういったその、色を変えるとか形を変える設定はこちらのコントロールパネルから行います。
でコントロールパネルに今これはあの、このネットワークのところの、まあ、これは1個しかないので1個しかリストに乗っかってないんですけども、ここのところの、左上にやはりタブがあってスタイルっていうのがあるんでこれを選んでもらうとこういう画面に出てくるかと思います。でここはさらにこの下にノードとかエッジとか、まあ、ネットワークというタブがあって、まあ、それぞれの、この点であるとか線の色とか形とか、あるいはそのラベルの表示の位置とかを変えられるようになっています。でここではその、ノードの色の変え方について最初にご紹介をします。でここの方にリスト上がっていますのでちょっと見てもらうとこのノードの色っていうのはフィルカラーっていうのが、まあ、私のこの今パソコンでは画面ではこの上から3つ目にあると思うんですけどもここを、右の方に三角形があるんでこれを開いてもらうと、まあ、開くようになっています。でここで色の設定をしてやるわけなんですけども、まあ、これ見てもらうとなんとなく直感的に分かると思うんですけどもここに数値が入っていてここにあの、まあ、下の方に数値が入っていて、まあ、あの色がこうあの青から黄色に変わっていくみたいな形になっていると思うんです。要は遺伝子の発現量によって低い場合には青、高い場合には黄色ということを表してこういった色の設定ができているということです。でこの時にこれは青と黄色ですけども例えば赤と青とか、まあ、いろんなその黄色とまた他の色とかっていろんな変えることができますし今ここではこういった形色を変え、まあ、2色を多分設定していると思うんですけども、まあ、3色にすることもできるとか、まあ、いろんな設定ができます。でどういうふうに、何を見てこう色を変えてるかっていうとまずここにカラムっていうのがあってガルワン、RG エクスプレッション要はこのガルワンを、ノックアウトした時に遺伝子の発現量が、まあ、変わってなければこの白、まああのノックアウトする前と後でですね白で上がれば黄色、下がれば青みたいな形で色の設定をしていてその時の数値のデータをこのガルワンというカラムにあるデータを使って、まあ、見ているんだ先ほどちょっといくつか紹介しましたけどもここら辺でしたっけねこの値を見て、まあ、変えてるってことをしています。でさらに、マッピングタイプでここは、コンティニュアスマッピングとなってますけども色を、まあ、今これ、低いとこから高い方に青から黄色に変えるって設定をしていますけどもこの発現量に応じて連続的にマッピングして色を変えているということになります。でここは、まあ、クリックしてもらうとコンティニュアスマッピングとディスクリートマッピングというのがあって、まあ、ちなみにこれ選んでもらうとどうなるかというと、まあ、各この値がこう出てきましてこの値の時に何色にしてやるっていうようなことを実は設定ができる例えばこういうこともできる、値によって変えることができるというものになります。で一番最初のさっきの、 その、高いところから低いところにっていうふうに連続的に色を変える場合にはコンティニュアスマッピングっていうのをやってあってちょっと今私設定変えちゃったのでこうなっちゃってますけども、まあ、黒から白みたいな形に変えることもできますしここでこう選んでやって例えばこの低いところの値を赤で高いところの値を青青で、追加したい場合には、add っていうのがあるんでここに追加してもらって、まあ、大体0ぐらいちょっと厳密なことはしませんけどもここのところを例えば、まあ、黄色みたいなことにしてやると、まあ、3色にこう変わって遺伝子の発現量をこういったこの画面、まあ、こちらの方で、まあ、3色に変わっていって、まあ、ここで、黄色のところはあまり変わってなくて赤いところは下がって、まあ、青いところは遺伝子が、発現量が上がったということが表せるように、まあ、こういったあの、簡単に色を変えたりすることができます。であと色のところ以外にもさっきも言ったようにその形を変えたりすることができるのでここら辺のところはあのまた自分でいろんな、ちょっと試して、まあ、シェイプっていうのがあるのでこの場合は形であったりするんですちょっと試してみてください。で同じようにエッジも変えることができて、例えばエッジの情報を見ていくとさっきも、見ていただいたように P とか PD っていうの2種類あるんですけども、まあ、その時に P と PD を区別するためにどうするかっていう例えば、この入り口と出口のところの形を変えてやる例えばインタラクションっていうところにデータがあったのでここで
PD はこういう形にしてある、で PP は、まあ今のままでいいというふうにしてやると、ここら辺のエッジってこれとこれはその要はタンパク質と DNA の関係、これはソースとターゲットというふうに書いてあるのに、実は入り口と出口のところ、始点と終点といいますけども、ターゲットの方の形をどうするかということをしていて、このデータでは、こちらがタンパク質、始点がタンパク質で終点が DNA ということ、まあ、そういうふうに設定して図を書いているので、まあ、それをはっきり分からすためにこういった矢印で、そのタンパク質と DNA の関係ということが明確に分かるように、するように、することができるということになります。で、まあ、大体ずっと話をしてきまして、今スライドの30ページぐらいまでお話しさせていただいて、ちょっと詳しい話ちょっとついていけなかったって場合にはこちらの方に詳しいその手順の方法が書いてあるのでまた見ておいてください。関心の方は見てください。でちょっとまあ飛ばしていって、ちょっとだいぶ先になりますけども、ここもちょっとこの今サウパースエってところ、オレンジ色の丸がついてますけど、ちょっと後から紹介するのでちょっと話としては先にこちらを飛ばします。でおそらくですね、皆さん一番関心があるのはこの、サイトスケープでそのさっきその、出芽酵母の、ノックアウトした遺伝子ノックアウトしたデータをちょっと見ていただきましたけども、じゃあそのお手本になったパスウェイをどうやって入手するかってことなんですけども、まあ、いくつかの方法があって、まあ、今回はこの3つの方法のうちこの1番のところの、まあ、いくつかの方法をまた紹介したいと思います。でパスウェイをどうやってこのサイトスケープ上のこのデータに持ってくるかってことなんですけども、一つはサイトスケープのインポートの機能があるんですけども、インポートの機能を使って公的データベースに収録されているパスウェイデータをダウンロードすることができます。でさっき言ったその一番最初のところに言ったですね、サイトスケープで一番つまずきやすいところはそのファイルをどうやって読み込むかってことが分かりづらくて、オープンとインポートっていうのがあったっていう話あるという話をしましたけども、インポートを使って外部のデータベースにアクセスをしてデータを取ってきて、それを画面上でネットワークとして見ることができるというのが一つです。で2つ目はパスガイド、これは山口先生の午前中ではなかったか、もう午後でした、午前中ですね、午前中の話でもあったと思いますけども、パスウェイデータの、まあ、ポータルサイトといいますか、そのリストになっていて、まあ、詳しい話をはしていただきましたけども、どういった形式で、どういったところで提供していて、それが有料のものなのか、あるいはその無料で使えるものなのかということが分かりやすくなっています。ただちょっと情報が最近更新しているので、古いというのがちょっと欠点かもしれません。もう一つはウキパスウェイ、これウキパスウェイズってちょっと S が抜けてますけども、要はその、まあ、いわゆるウキみたいな感じ、要はみんなで編集していこうというのがウキの精神だと思うんですけども、パスウェイも公開をしてみんなで共有してそれをいろんなその情報を付け加えていこうというのがウキパスウェイズっていう取り組みで、そこにあるパスウェイもサイトスケープ上で取り込むことができます。でウキパスウェイズにあるちょっとパスウェイの数、ちょっと私今ちょっと 正確に覚えてないですけども、ケグパスウェイのほとんどが、多分含まれていると。ケグのパスウェイに載っているパスウェイズが全てこのウキパスウェイズの方にも載っているので、収録されているので、そこからこの、読み込んでそのネットワーク図として扱うことができて、要はさっき、その出芽酵母のところで見せたようなその、まあ、ケグとか、まあ、このウキパスウェイに収録されているパスウェイに、皆さんの実験の結果を反映することができるということになります。ただ、このサイトスケープ、ウキパスウェイズを使う場合にはウキパスウェイズのアプリをダウンロードすることが必要になりますので、まず最初にそれをちょっとやってみようと思うんですけども、その方法を最初にご紹介をします。ちょっとその前に、まあ、その他の書き方としては、まあ、テキストエディターとかエクセルを使ってデータとして、まあ、要は表の形の形式としてデータを作ってやって、それを読み込ますこともできます。要はその、点と線の関係っていうのはちょっとまた後から紹介しますけども、要は、三つ組みのデータなので、ソースと
ターゲットとそのインタラクションというその3つのデータが一組になって、Excel であるとかテキストエディターで編集してやればそれを読み込んでネットワーク図として表示することができます。でもう一つは、まあ、あのサイトスケープの方ではまだ対応してないんですけども、実験データから、ネットワークを構築するってことも最近のそのバイオマティクスの、流行りに、まあ流行りって、まあ、以前からあったんですけども、ちょっと最近また見直されてきていて、要はそこのデータから共発現ネットワークを作ったりってこともできますけども、ちょっと今日はその話はちょっとできないかと思います。でインポート機能を使ったデータの取り込み方なんですけども、さっき言ったように、ウキパスウェイズっていうアプリをインストール必要があるので、ちょっとスライドの60に飛べと今ここに書いてあるので60に飛びます。で、またみんな一斉にやってしまうといろんなところに障害があると思うので、ちょっといくつかちょっと分けてやってみたいと思うんですけども、この、資料の60ページのところにアプリのインストールの仕方っていうのがあって、そこを見ながらやってみたいと思います。で中にはですね、先ほどのその、MottoDB っていう我々のその、今回の講習会の、資料のしているページがあって、そこにウキパスウェイズっていうその、ダウンロードする場所をちょっと開けておいたんですけども、そこでもうファイルをダウンロードされて今パソコンに乗っかってるって方いますか？あ、その方はちょっとまた別の方法でやりますけども、皆さんはそうしたらまだやってない方は、このアプリのインストールっていうところのこの、手順に従ってやりたいと思います。で、もう一度皆さん、このサイトスケープを見ていただいて、まあ、繰り返しになりますけども、もうウキパスウェイズのデータをダウンロードされている、アプリをダウンロードされている方は、ちょっと後からまた別の方法をご紹介しますけども、ここの上のところにアプリ APPS というメニューにありまして、これを見てもらうと、一番のところにアプリマネージャーというのがあります。で、これ見てもらうと、こういったウィンドウが皆さん出てきましたでしょうか。で、ここのでいろんなアプリをダウンロードしたり、あるいはその自分がもうインストール済みのアプリを確認することができるんですけども、ここで、左のところにインストールアプリっていうのがあって、そこのタブを設定してもらったまま、あとのところは何もいらずに、サーチのところで、ウィキと入れると、多分、まあ、2つ出てきて、P まで入れると1個に縛られると思うんですけども、ここ見てもらうと、私はもうインストールしているので、インストールドっていうふうになってますけども、なってない方はこれ多分、カッコのところがないと思います。で、これを選択してもらって、どうなのかな、多分そのインストールできるというふうになると思うんですけど、ただ今ここでまた一斉にやってしまったあれなので、ちょっと時間差でやってみたいと思います。まずですね、一番こちらの、列の方大体でいいんですけども、そこの方ちょっとまずやってみてください。インストールしてみてください。でですね、すでに、インストール、さっきの MottoDB っていう我々のその、講習会の資料が置いてあるページから、そのデータだけインストールされている方の方法なんですけども、その方は、ここのインストールフロムファイルっていうのがここにあるんで、これを選んでもらって、そのさっきの、ダウンロードしてもらった、ファイルを例えば指定してもらうと、まあ、これちょっと違う、まあ、指定してもらって開くとみたいなのを進めていくと、インストールできるので、すでにそのファイルをダウンロードされている方はちょっとそちらの方法でやってみて、まあ、基本同じようにアプリマネージャーを使うんですけども、こちらのが大体インストール終わりました、完了しましたか。じゃあ次こちらの、このテーブルのこの列の方ちょっとやってみてください。多分そんなに時間かからずにできると思います。でまだちょっと今、ちょっとお待ちいただいている方は、まあ、どんなアプリがあるのかなってことを、まあ、こちらの方でこのところで、コレクションズって書いてあったかな、コレクションズ、オールアプリっていうのがあって、コレクションズと書いてあるの、オールアプリと選んでもらうと、まあ、こんなアプリがあるっていうのと、あと一番下のところに、アプリバイタグズっていうのがあって、これは、その使うアプリの機能を、ちょっと簡単に分類したものなので、どういったアプリがあるのかっていうことを確認していただけるっていうのがあるので、ちょっとこれもまた、時間のある方は見てください。こちらの方だいたいインストールできましたか？まだできない方いらっしゃいます。だいたいほぼできましたでしょうか？
じゃあここら辺のこの方ちょっとまた、さっき言ったようにウキパスウェイちょっとインストールしてみてください。でこのサイトスケープの特徴はこのアプリにあるって話もちょっと最初のところで話をしたと思うんですけども、なんでこのサイトスケープがもうできて2005年ぐらいですかね、ボノさん、サイトスケープもっと前からあった、そうですね多分そのぐらいだと思うんですけども、まだというか未だにその結構まあこういったパスウェイ解析とか可視化のツールとして第一線で頑張ってこられているのこのアプリがの役割が非常に大きくて、例えばバイオマティクスの研究者が、まあ、いろんなその解析のアルゴリズム等を開発すると、まあ、とりあえずといいますかそのサイトスケープを使って実行環境を、実行できるようにしていると。で最初からそのツールを作ると非常に手間がかかるんですけども、このアプリという形でやると、そのできたものが開発新しい提案でしたアルゴリズムなんかを乗っけるということで、いろんなその最初からツールを作るよりも手間が省けるというメリットがあるので、結構新しいですねアルゴリズムなんかがこのサイトスケープで登場してくるということなので、まあ、そういったサイトスケープのユーザーにとっても、まあ、非常に大きなメリットがあるということになっているかと思います。うまくできましたでしょう。 できたらじゃあ次のこちらの方やっていただけますか。でもし終わったらうまくいかない場合はお知らせください。でどのアプリも、まあ、基本的にこのアプリマネージャーってところからできます。で中にはそのバージョンがどんどんこのサイトスケープのバージョンについていけなくてアプリの方のバージョンが、更新が進まないと古いバージョンの、サイトスケープじゃないと使えないっていうアプリも中にはあるかもしれませんけども、その場合には、まあ、古い、サイトスケープをダウンロードして使ってもらう必要があると思いますけど、まあ、主要なアプリはもうどんどんそのサイトスケープの更新に合わせてといいますかちゃんと対応できるようになっているので、まあ、あまりその困ることはないかと思います。こちらの方大丈夫ですか。大体できてます。じゃあこちらやっていただいて、でインストールは済んだ方です。そしたらですね資料の方の43ページのところに戻っていただいて、43ページのところが終わっあまだ43ページのところですね、この囲ったところまでやっていただいているので、その後の公的なデータベースからデータを持ってきてというところまでやりますけど、これもちょっとネットにまたつなぐのでひょっとしたらちょっと時間差をしなきゃいけないかもしれません。じゃあ一番最後に残られた方ちょっとインストールしてみてください。 あとですね MottoDB っていう私どもの今回の、講習会の資料のページのところに、ウキパスウェイ以外にあとビンゴっていうのがあるのと、あとストリングアプリっていうのがあると思うんで、もしそれをダウンロードされている方はそれも合わせてインストールを今説明した通りにちょっとやってみてください。ウキパスウェイって今紹介したのアプリなので、それはそれだけ起動するってことはできなくて、サイトスケープを起動して起動した状態で、アプリを読み込んでサイトスケープ上でそのウキパスウェイズっていうプログラムを、動かすので、ウキパスウェイズをダウンロードしてそれだけクリックしてもそのウキパスウェイっていうプログラムは動きません。サイトスケープで動かすようになっています。じゃあ、実際に今またスライドの方戻りまして、このウキパスウェイズからを使って公的データベースにアクセスするという方法をご紹介をします。で、このファイルのところの、インポートを選んでもらって、インポートのネットワークのところにパブリックデータベースっていうのがあると思うんで、それを選んでみてください。そうするとこういうウィンドウが新たに開いてきて、でここにデータソースっていうのがあって、ここにユニバーサルインタラクションデータベースとか、ウキパスウェイズっていうのはプルダウンで選択できるようになっていると思うんで、
まあ、今開いているものがどれでも実はいいんですけども、ウキパスウェイズをで見てみたい方はウキパスウェイズで選んでいただいて、でこのユニバーサルインタラクションで、データベースっていうのは、プロテインプロテインインタラクションのデータベースのデータセットを、EBI の方のサービスで、持っていて、でそこにアクセスして、データを提供するというようなサービスになってるんで、まあ、どちらでも実はこの、今の講習ではいいと思っていて、でただここでですね、サーチモードっていうのがあって、要はあの使い方としては自分が関心のある遺伝子、今ここでは TP53 って書いてありますけども、まあ、1個あるいは何個でもいいんですけども、まあ10個でも20個でも、200個でも300個でもいいんですけども、まあ、ちょっとあんまり大きくしちゃうとちょっと負担がかかるので、自分の関心のある、今遺伝子名を入れてもらって、例えばなければ、まあ、TP53 でも何でもいいんですけども、入れてもらって、でこれは、一応、遺伝子名みたいな形でも対応できるので、ここでまた適当なものを選んでもらって、サーチと押すと、まあ、ここにどのデータベースにそれが乗っかっているのかということが出てきます。でそれぞれこれが、アクティブというのは今ちゃんと動いているもので、まあ、ユニプロットって書いてあるのユニプロットとかケンブルであるとか、バインドっていうのがあるんで、まあ、その中からあんまりちょっとサイズの大きなものを選んじゃうと、まあ、ダウンロードするのにまた大変なので、まあ数十個ぐらいのもの多くても100個ぐらいのものをちょっと選んでもチェックを入れてもらってインポートと押すとその、今 TP53 というものを含んだここはその相互作用のデータベース、ネットワークが書けると思います。で、あるいは、ウキパスウェイズを選んだ方は、ここでデータソースのところでウキパスウェイズを選んでもらって、まあ、ここで AKT1 って書いてあります。AKT1 と入れてもらって、多分これは1個しか多分入れられなかったと思うんですけども、1個入れてもらって、それを含んでいるウキパスウェイズにあるパスウェイを、リストアップすると。いうことをして選ぶとこのサイトスケープ上にこのネットワーク図が表示されるようになると思います。まあ、ここではその前にそのセーブ集を入れるってこともあるんですけども、ここまでうまくいかない方っています。だいたいこの画面通りダウンロードできるかどうかちょっと別としてこのこういう感じでダウンロードできそうな感じでしょうか。データベース選ぶのめんどくさい。めんどくさい？めんどくさいってかも。わかんない。ね、そうした。そうですね、主要なですね、例えば、まあ、バインドとかはですね、結構そのプロテインプロテインインタラクションのデータベースとしては結構昔有名、まあ、ボノさんよく知ってると思いますけども、有名な、今ないんですけどね、ちょっと古いデータになってますけども、まあ、選ぶとするとどうかな、ちょっと今ここには乗っかってないけど、そうですね、遺伝子名で出てきたり、何の ID で出てきたりしますよね、遺伝子名でこう表示される方が嬉しいんじゃない。ああなるほどね、それって何でしたっけ。例えば今やったやつ出ました。出ました。あ、インタクト、はい、インタクトは、はい、これも結構有名な EBI でしたっけ。 EBI のプロテインプロテインデータベースで、まあ、一番当時一番大きかった。今ちょっと最近どうなってるか分かりません、まあ、あんまりそのプロテインプロテインインタラクションの、実験というか研究自体がそんなに活発に行われていないのであれですけども、インタクト、INACT? そこに例が あるあ、そこに入ってないです。入ってないね。入ってないです。あったらそれであった。なるほど。じゃあちょっとこっちで。はい、ちょっとねインタクトでかいですけどもっと小さいのでもいいかなとは思うんですけど、はい、まあ、ちょっとケンブルとかケンブルっていうのは化合物のデータベースなので、まあ、化合物とインタラクションする情報ってことで多分これ選ぶと TP53 と相互作用するような化合物がちょっと出てくるかもしれないかなとは思うんですけども、まあ、こういった形でその公的データベースあるいはそのウキパスウェイズにあるようなシグナル伝達パスウェイのパスウェイデータを
ここにダウンロードすることができるということなので、さっき皆さん、紹介した、例えば遺伝子発現量の解析をして、そのデータをここに落とし込んでやって、いろんなそのノードの色の設定を変えてやって、データを読み込んで色を変えてやる場合には、その色をどのカラムの情報を使って色を変えて、それをどういうふうに変えていくのか、まあ、連続的に変えていくのかみたいなことを設定してやると、その実験データがパスウェイ上で反映されるということになります。でちょっと時間もあれなので、ちょっと先に進みたいと思います。ここまでご質問ありますか。で今紹介したのがスライドの44ページ45ページを、いきまして、46、47あたりはちょっと飛ばします。で、レイアウト機能のところをちょっと簡単にだけご紹介をします。でサイトスケープの特徴のところで、お話したように、このサイトスケープの特徴はその自動レイアウトっていう機能がついていて、これが実は意外に便利でして、これがないと大きなネットワーク図はとてもその取り扱うことができないことになるかと思います。要はその一つのネットワーク図が、例えば50個ぐらいの点、要は遺伝子タンパク質の関係でできているようなものだったら、自分で適当な位置にこう配置することができて、思うように置けるんですけども、それが100個とか200個とか、中には500個とかそれ以上のものも出てきます。その場合にその自分が思うようにそのうまく配置するというのはとてもできないので、自動的にあるルールに従ってノードを並べて変えてくれるというのが自動レイアウトの機能です。で今紹介しているのがアトリビュートサークルレイアウトってあります、今画面出てますけども、これはさっきの、さっき見てもらって最初のところで操作のところでご紹介したノードの属性の情報を使って並び替えてるってもので、これは特にそのちょっとさっきは紹介しなかったんですけど、ノードの中にこのノードがから、これなんだっけ、これはその発言ある、カラムにあった発現量に応じて、これは時計回りにぐるっと、この要は円形になっていて、その一部なんですけども、遺伝子量の大きかったものから小さかったものにぐるっと回るような感じで配置しているものになります。でこれも同じようなものなんですけども、こちらはそのノードに対して線が入ってくるものが多いという情報が、さっきのそのサンプルで使ったネットワーク図出芽酵母の情報にも実はあって、この線が多いものから少ないものへ、これを反時計回りに回すような、レイアウトがあります。でさっき最初に紹介したその遺伝子の発現量で、順番並び替えるというのはなんとなく、意味があるかと思う、なんとなくわかるかと思うんですけども、この線がたくさん入ってくるものがもので、でという順番で並べ替えている意味っていうのは、この線がたくさん入ってくる、あるいは出てくるところが何を表しているかというと、要はハブになる遺伝子であるタンパク質であるということになるので、このネットワーク解析において、ハブを見つけてやるというのが今ちょっと一つ、ようやくまた見直されてきているところなんですけども、そのハブになるものが何なのか、どれなのかということを見極めるために、この、今それに応じて並び替えています。であとは、こういったその属性の値に応じて、グループでちょっと囲、まとめてやるということもありますし、あとは、これプレフューズ、ちょっと私2本目で何ていうかちょっと忘れちゃいましたけど、力学なんとかって言ったと思うんですけども、で実はこれが一番サイトスケープのレイアウトで多分人気のあるレイアウトだと思うんですけども、このレイアウトを使うとなんとなく生物学っぽいネットワーク図になります。ただこの生物学的な背景は全く実はこれはなくて、ノードがうまく、重ならないように配置するとともに、この線がなるべく重ならないようにというようなルールで、配置するもので、なんとなくですね、これ見ていくとこのハブになる、要は、ここから、たくさん線がつながっているもの、こういったところに配置されるような感じになって、なんとなく生物学っぽいネットワーク、理解しやすいようなネットワークになるということで人気があって、実はサイトスケープの、
アイコンのメニューアイコンのところがあって、ここにそのこれはレイアウトの実は、ボタンなので、これを一つ押すと、どんなその配置されている、レイアウトもこの、この形式のレイアウトで変えてくれる、まあ、要は初期設定になっているレイアウトになります。おすすめのレイアウトで、これはもちろん後から設定のところで自分の好きなレイアウトに変えることができるんですけども、まあ、これが非常にあの役に立つというか便利な、レイアウトになりますので、大抵皆さんこれ一度はこれを使うことになるかと思います。でもう一つはやはりその、階層的に、レイアウトをする。で特にこれは遺伝子間の相互作用、要は矢印を、方向性を持っている情報については非常に、有用かと思うんですけども、これちょっと上から下に行くのか下から上に行くのかちょっと忘れちゃいましたけども、要は、遺伝子間の、制御関係を見る場合にはこういったその階層的に、要は、入力、ソースとターゲットっていう情報がちゃんとサイトスケープのようには持っているので、まあ、そういったルールに従って情報をちゃんと、ネットワークを書かした場合にはこういった、階層的に制御関係を表すような、表示をすることもできます。でさっきもし、サイトスケープの方でこちらの方で、まああのまあ、どのさっきそのウキパスで使ったものでも何でもいいんですけど、ここでレイアウトかけてもらうと、まあ、こういうふうにたちまち変えてくれて、これ元の方が良かったような気もするんですけども、まあ、いくつかのレイアウトがあるんでちょっといろいろ試してみてください。でアプリのインストールのところ、今スライドの60のところ行きましたけども、これさっき皆さんにやってもらったものです。でどんなアプリがあるかっていうと、ビンゴっていうのが出てきたり、あと M コードっていうのがあったり、J アクティブモジュールっていうのがあったりします。ちょっと簡単にご紹介をしますと、ビンゴっていうのはこれはまあいわゆるよく知られている、よく皆さんあの一度はされたことがあると思うんですけども、ジーンオントロジーを使ったエンリッチメント解析です。でボノさんの講義の中でもあったと思うんですけども、ボノさんは、メタスケープを使われましたけども、まあ、それと同じことができる。で、このビンゴを使うメリットっていうのは、その、GO の階層関係を、表示して、その、例えば発現変動遺伝子に対してエンリッチメント解析したときに、まあ、どのそのジーンオントロジーっていうのは階層関係で生命現象が整理されていて、そこに遺伝子がぶら下がっているような形になっているので、まあ、どのその系統の生命現象が、と関係してそうなしているのかなってことを見るときに、まあ、ちょっと便利なので、その結果を、要は表の形とか棒グラフの形で、表すのではなくて、まあ、そういったその、ネットワークとしてその結果を表すというときで、時々その論文なんかでもこのビンゴを使ってその解析の結果を表すことがあります。で、この M コードっていうのは、これはもう全く実は生物学的な解釈をして、するわけでなくて、いわゆるそのネットワーク解析の技術を使って生物学のネットワークをちょっと解釈しようというもので、でこれは、どういうことをしているかというと、大きなネットワークの中から特に密につながっているサブネットワークを見つけてくる、まあ、あるアルゴリズムによって見つけてくるんですけども、あのどういうアルゴリズムかというのをちょっと今回はこの、講習会の中では紹介しませんけども、まあ、こういった大きなネットワークの中から特にこの密につながっているものを見つけてくるということで、これはあのトロント大学の方で、開発した、アルゴリズムといいますか、プラグインなんですけども、実際にこの、ネットワークの解析の技術を使って、生物学的解釈は全くこれは実はない、要はネットワークの特性からその、見つけてくるものなんですけども、ただ実際に、生物学的な、裏付けの実験をして、この場合に例えばタンパク質の複合体の中のそのクラスターを、ちゃんと見つけることができるというような、証明も、しています。でそれに対してこれ J アクティブモジュールっていうのは、やはり同じようなネットワーク、ネットワークの中から、これはその遺伝子の発現量に応じた生物学的な、実験の結果を反映してパスウェイの特徴的な部分構造を、
見つけてくるというもので、これはあのスタンフォードかちょっとハーバードか忘れましたけど、やはりそのシステムバイオロジーとかネットワーク解析のまあ第一人者の方がいらっしゃる研究室で開発されたものです。で今紹介している J アクティブモジュールとかさっきの M コードっていうのは実はもう10年ぐらい前、まあ、最初結構早い時期にサイトスケープのプラグインとしては非常に早い時期に出てきたものなんですけども、まあ、ようやくですね実はこれが見直されてって言いますか、論文にようやく非常に使われるようになってきて、それまではあんまりあんまり使われて実はなかったんですけども、最近そのネットワークの中から重要なサブパスウェイを見つけてくるとか、あるいはハブを見つけてくるってことがちょっと一つの流行りになっていますか、その、従来の Go ターンだけの解析ではなくてパスウェイを作ってその中のパスウェイの特徴を見つけ出してくるっていうのが最近流行りになってくる、最近またこの、プラグインがよく使われるようになってるな、ちょっと印象があります。であとこれはまあアジレントの、今アジレントって会社もないんでしたっけ？アジレントはあるアジレントの、研究所で開発したアプリで、これも結構昔からあるんですけども、これはテキストマイニングっていう、要は、テキストの情報からなんかその関係のありそうな、生物学的な概念を抜き出していく。この場合はタンパク質とか疾患とか遺伝子の名前とか、確かに化合物も入ってたと思うんですけども、その情報がをのネットワークを作るツールで、どういうふうにやってるかっていうと、パブメドのアブストとか、オミムとかアメリカの特許の情報を使って、その一つの、ある、文章の中にと、同時に登場するものは何かしら関係があるだろう、結構乱暴なことをしてるんですけども、そういった感じで実際、作ったネットワーク、要はこの線のところは何が入ってるかっていうと、パブメドの ID みたいなものが入っています。要はこれとこれだったらこれとこれが同じ、パブメドのアブストの中に同時に登場したということでネットワークを作っちゃってるもので、結構乱暴でほとんど全く意味のない場合もありますし、ひょっとしたら意味があるものもあるかもしれないということで、まあ、実際どうやって使うかっていうのはなかなか難しい点はあるんですけども、なんか、発見したりすることに使えるかもしれませんけども、ちょっとあんまりその実際にこの、解析に使うというような、ものではないようにはちょっと思っています。まあ、こういったいろんなそのツールがあるっていうことですけども、じゃあ実際ちょっともう時間もギリギリもう20分ぐらいしかないですけども、ちょっとそしたらアプリを使った解析をしてみようと思いますけども、Bing を使う例を紹介しようと思ったんですけど、 Bing の方が結構そのアプリ自体がですねちょっとサイズが大きいので、ちょっとダウンロードに時間がかかったり、また順番でやっていくとあれなので、解析の位置の方は皆さんまた各自やってもらうとして、別の解析の例を紹介します。ただデータとしては同じものを使おうと思っています。でどういう、データを使うかというと、実際にその論文で使われているデータを使いたいと思います。でどういう、この実験の目的ですけども、まあ、この3つの疾患で共通の発現パターンを示す遺伝子群の、遺伝子群の生物学機能を、エリシメット解析で呼ばれる手法によって予測するってことで、まあ、実はこの論文中身見てもらえば分かると思うんですけども、この血栓症と、まあ、この2つのちょっと見えないですけど多血症と、本体性血小板ちょっと見えないですけども、で、この患者の方の、まあ、主要な、死因みたいなものに血栓症があるってことが、まあ、よく知られているらしい、私も全然もちろん素人なので分からない、知られているらしいですけども、ただその生物学的なその機能がこのどういうふうになっているのかってことが分からないので、マイクロアレイとか、NGS の解析をして遺伝子発現の情報を使って遺伝子発現データを使ってその、共通のメカニズムとか共通する共通して働く遺伝子を見つけていこうというような、モチベーションで行っている研究らしいんですけども、その共通の遺伝子の、をまず、取ってきてやって、3つの疾患で共通の、共通に動いている遺伝子を見つけてやって、その共通の遺伝子がどういった Go ターン、
生物学機能を持っているかってことをゴーターンを使って解釈しようっていうのがこのビングを使った解析になります。でこれをやってもいいんですけども、ちょっと時間がかかるかもしれないので、一応こういうモチベーションでこれは実験をします。でデータの方が、これはちょっと、ビンゴの方なんですけども、まあ、こういったところにデータがあるので、皆さんその、MotoDB にある資料の方からダウンロードできるのか、ちょっとあのいくつかダウンロードサイトを用意したんですけども、まあ、今回そのネットワークの不具合っていうのがひょっとしたらこちらから、まあ、出てくところの問題だとするとこちらで分けてもあんまり意味がないかもしれないので、ちょっとこれは、ビンゴの方はちょっとやめておきます。ただ、使うデータはここにあるものをちょっとダウンロードしてみてください。で、一つはここに、この URL を叩くとダウンロードできるようになります。でその他のダウンロードサイトについてもこれ多分そんなにサイズ大きくないので多分皆さん一斉にやってもいいと思いますし、多分、データとしてこの資料としてデータとしてダウンロードしている PDF だと多分いいかなとも思う。ちょっとやってみてください。で、もう一つはさっき言った MotoDB のところに、データセットっていうのがを用意したので、そこからダウンロードしてもらってもここにですね、実施用データってこれをクリックしてもらうとダウンロードできると思うのでちょっとやってみてください。多分同時にやってもそんなに大きくないので大丈夫だと思います。で今その、サンプルデータの方がダウンロードできた方は、このスライドの74ページのところに、ストリングっていうアプリが、これはそんなに大きくないサイズなので、まあ、ちょっと適当にできた方から、適当に選んで、ダウンロードしてもらえばいいと思うんですけども、多分上2つはですねパスワードがちょっと必要になっていて、パスワードは、小文字で NBDC です。あの私ども組織の NBDC の、NBDC、 あのパスワードを求められるところがあると思うんですけども、その場合にはこれを入力してください。で、残りの2つは、どれだか忘れちゃいましたけど、どれかな忘れちゃいましたけども、それはそのなくてもダウンロードできると思います。で、まあ、適当にちょっと分散してやってもらっても多分問題ないかと思います。で、あるいはその、ストリングのアプリについては、ここのですねアプリマネージャーからもちろんできます。でそうやってもらってもいいです。ここでストリングっていうのをここを選んでもらって、ストリングアプリっていうのがね、これを選んでもらってさっき言ったようにダウンロードの手順を従うとインストールされます。でちょっと皆さん準備されてる間に、あの今やる実習、最後の実習についてご紹介しますと、ストリングっていうネットワーク構築およびネットワークアナライザーっていうサイトスケープのツールを使ってネットワークの中からハブ遺伝子、まあ、タンパク質を見つけてくるということをします。要はそのネットワークの中で非常に重要な役割を持っていると、要はいろんなと、遺伝子とかタンパク質との関連を持っているものを見つけるという方法を紹介をします。でデータは同じもので、さっき言ったその3つの疾患の話をして、その3つの疾患で、まあ、3つの疾患で共通の、発現パターンを示す、上がったとか下がったみたいなものは、まあ、通常2つのものだったら、T 検定したりしますけど、多分これ分散分析みたいなことをして、3つの疾患で、まあ、あの共通、ちょっと、特徴的な、パターンを示すものを抜き出してくるということをしたと思うんですけども、でそれに対して、その、共通の遺伝子発現パターンの遺伝子群でネットワークを書かせてやって、その中のハブになるような遺伝子を見つけてくるっていうようなことをします。で、データの方をダウンロードし、サンプルデータの方をダウンロードしてもらうと、こういう感じでデータ入ってるかと思います。で、皆さん、Excel が入ってない方っていらっしゃいますか？ Excel がパソコンに入ってない方。
入ってない方は、この、テキストファイルのこの上の方を使ってください。こっちですね、スレップっていう方ですね。で、今このデータが表しているのは、さっき言ったその3つの疾患で共通の発現パターン、似たような発現パターンを示したうち、遺伝子の発現量がまあ上がったと、要は健常な方と比べて上がっているというような遺伝子のリストが、だいたいこれ500個ぐらいずっと見てもらうと、このオーバーエクスプレスドジーンズっていうのがこれで、これがそのアントレジーンと、遺伝子名と、あとこの、発現量を、まあ、調整したものと、あと、P バリューを、まあ、調整したものなんですけども、まあ、ここでここの部分をずっと適当な、これがその500個ぐらい、もうちょっと600個ぐらいあったのかな、で600個ぐらいあると思うんですけども、そのうちのまあ、あまり大きくしちゃうといろんなそのサイトスケープの負担もちょっとかかってしまうので、本来はこれ全部、がオーバーエクスプレスとした人員なので、これについてネットワークを動かしてやって、その中の、ハブを見つけてくるというのが本来の、正しいやり方なんですけども、まあ、今回はちょっと、サンプル的な解析ということで、まあ、大体300ぐらい、まあ、300じゃなくても何個でもいいんですけども、まあ、大体300個ぐらい選んでやって、それを使ってその遺伝子の中、遺伝子のネットワークを書かせてやって、その中のハブを見つけてくるってことをします。でまず、今このデータのところを見てもらったと思います。でもう一つ、ちょっと話戻しますけども、サイトスケープじゃなくて、Excel のない方はここにそのテキストデータを取ってきて、そのあこれじゃない、このアントレジーンのところ、 Excel の表のアントレジーンのところだけ、取ってきたものがあるんで、やはりその上からだいたいその300ぐらい、300、1個でも2個でも何個でもいいんですけども、まあ、取ってきて、まあ、それをちょっと解析に使うってことをちょっと覚えておいてください。で実際にじゃあストリングの使い、ストリングのインストールうまくいきましたか、うまくいかないって方いらっしゃいますか、大丈夫ですか。はい、じゃあ、ちょっとストリングの使い方をご紹介します。でストリングっていうのも、これもさっきM コードとか、あとバインドっていう、実はデータベース、M コードっていうそのネットワーク解析を使ってその、クラスターを見つけてくるっていうのをちょっとアプリを紹介しましたけども、あるいはそのさっきその、公的データベースからデータを取ってくる中でバインドっていうデータベース、タンパク質インタラクションのデータベースがあるって話をしましたけども、実はこのストリングを作ってる人も同じ方で、トロント大学の方なんですけども、まあ、それを使ってちょっと解析をしてみようと思います。でその使い方ですけども、同じこのファイルのところでインポートでネットワークでパブリックデータベースとしてやると、ここにストリングっていうのが多分入ってると思うんですけども、でこのストリングっていうのはもともとそのバインドっていう、さっきデータベースがあるって話をしました、プロテインプロテインインタラクションのデータベースがあると言いましたけども、まあ、そこから発展をさせて、いろんなその、データベースにあるいろんな相互作用の情報をかき集めてきて提供しているデータベースなんですけど、その中にプロテインとかパブメドとか、まあ、いろんなものがあるんですけど、今回はそのプロテインプロテインインタラクションを作るってことで、プロテインっていうのを選んでもらって、で、まあ、ヒューマンにして、ここにさっき選んだ、要は300個なり、まあ、300数個の、アントレジーンのリストを入れてみてください。でこの下のところはですね、いろんなそのネットワークを動かすときの設定と初期パラメーターなんですけど、まあ、最初は気にしなくてもいいです。ネットワークをちょっと拡張したいとか、あるいはもうちょっと、少なくしたいって場合に、ちょっとここら辺の値を調整するんですけど、まあ、今回はちょっとあまり気にせず、コピペしてこれをインポートっていうのを押してみてください。そうするとこういったネットワークが書けると思うんですけど、ここまでで
できますか、うまくいかないですか。できた方います、できてないか、できた方いらっしゃいますか。あ、できましたか。でうまくいかないって方いらっしゃいますか。じゃあちょっともうちょっと時間を置きますので、でちょっと繰り返しになりますけど、今やってる作業っていうのは3つの疾患、疾患で共通な遺伝子発現パターンを示すもので、オーバーエクスプレスしたものが600ぐらい取れてきたんですけど、その、まあ、本来なら600個を対象にネットワークを、ストリングというツールを使って、要はストリングっていうのは、相互作用のデータベースで、でそこに、大きなデータベースなので、そこの中にあるその今対象にしたものだけをピックアップしてネットワークを書かすということをしています。だから300個のネットワークができて、まあ、実際には全くそのインタラクションの情報が持ってないものもあるので全部はつながらないんですけども、ストリングというデータベースにあるインタラクションの情報を使ってネットワークを書かしているということです。でその中のネットワークの中で特に重要な、役割をしてそうなところを見つけ出そうというのが今回のこの、実習の目的です。で今ここまで、段階の、まあ、ここですね、今ここまでやったところでインポートを押すところまでしていただいたと思います。で第2段階としては、今度はこの作ったネットワークの解析を分析をしてやるということをします。これは生物学的なまた知識を全然使わずに、ネットワークの情報、このネットワーク解析というその、要は情報工学の、技術を使ってその中の、まあ、ハブを見つけてくるということ、簡単に言ってしまうと、線が入ってきている、線を出ていったら入ったりしているノードがどこなのかっていうのを見つけてくれるものになります。でその場合どうするかっていうと、サイトスケープの中にツールっていうのがメニューにあって、そこにネットワークアナライザーっていう解析の、プログラムが入っています。そこのネットワークアナラシスっていうのがあって、その、アナライズネットワークっていうのを選んでもらうと、まあ、こういったちょっと画面が出てきて、これはあの、方向性を反映するかしないかってことなんですけども、まあ、今回は反映しなくてもいいってことで下を選んでやって OK を押すと、しばらくするとこういったウィンドウがまた開いてくると思います。でここにその解析の結果が出てると思うんですけども、ここに解析の結果が出るとともに、この下のテーブルパネルのところに今このネットワークアナライザーを使った解析の結果が出ています。でどこに出てるかというと、このノードのところタブをクリックしてもらうと、実はこういった情報が付加されて、あ、ちょっと私はちょっとあれですね、あの、この違うサンプルを使ってやってるので出てきている。その中でこのカラムのところにディグリーっていうのがあると思うんですけども、これは要は線をどんだけ持ってるかという情報です。この線をたくさん持ってるところ、それは、例えばこのカラムの名前のところを選んでもらうと並び替えることができて、ちょっと私のサンプルとは全然違うんですけども、例えば今並び替えて上の、大きいのものから選んでやって、そこで、まあ、この中で どれがそれに対象当たるのかってちょっと分かりづらいときには、この、カラムを選んでやって、このセルを選んでやって右クリックをすると、セレクトノーズフロム、あ、違うな、これかな、これでいいのかな、違いますね、あ、そうですね、セレクトノードフロムセレクテッドローっていうのを選んでもらうと、この、今選んだところのものがこちら の, あの大きなメイン、メインネットワークビューに反映されるんですけども、まあ、どっかで実は選択されていて、どこで選択されているかちょっと分かりづらいんですけども、このアイコンメニューのこれを選んでやると、今選択されているものだけ表示するってことができる、まあ、実はこれなんですけども、これが、まあ、ハブになっているということです。まあ、この場合、皆さんと多分ネットワークでは違うと思うので、で、
まあ、ハブを見つけるときにこの字数が多いものを見つけるっていうのが、まあ、一つの方法なんですけど、もう一つ実は、ハブの、判定に使われるものがあって、それは、これですね、ビットウィーネス、セントラリティっていう、要は中心性、ネットワークの中心性の指標になるものが、まあ、こういったものも実は使えるので、これもあの並び替えてやって、まあ、それをちょっと見てもらう と、それがハブになると、ハブになっていると。で実はこの指標っていうのは、字数っていうのは、まあ、線が入ってくるってことはもちろん、まあ、直感的に、ハブになっているってことは分かると思いますけども、この今、ビトイーネスっていうのはセントラリティっていうのは、これはその媒介性 中心性っていうのかな、媒介中心性っていうんですけど、要は、濃度間の、全ての濃度間の最短距離を、結ぶときに、それが、その最短距離で使われる濃度をの指標を表したもので、それがあのネットワークの中心であるっていうような、まあ、あの判断のもとで、使われる、中心性の指標になります。まあ、こういったものを、まあ、論文なんか読んでもらうといくつか出てくると思うので、まあ、こういったそのネットワークアナライザーを使って、中心性を見つけるというような、ツールになります。あとクローズネスというのは、これはその、最短距離を結ぶときに、そのそのやはりその、必ずその通る、濃度になっているかということで、そのネットワーク上の、非常にそのハブになる役割が高いということで、ここら辺のところもこの、まあ、3つぐらいがよく使われるんですけども、まあ、通常はまあディグリー、複数のものを使って、この指標ではこれがハブになって、この指標ではこれがハブになったということで論文に書くことは多いです。で、まあ、どれがいいかということよりも、まあ、こういった仕様ではこれ、こういった仕様ではこれということをしていくと、まあ、それなりにその意味があるような、ことになると思うので、あの一つに選ぶというよりも、この仕様ではこれですというような書き方で書いてある論文が多いです。最後の駆け足になっちゃいましたけども、まあ、ほぼ大体ですね、予定し、ちょっと、ビンゴのとこ使えなかったんですけども、サイトスケープの講習の方はこれで終わりたいです。で。